高田町の三河一万歳、三河一万歳とは、愛知県の旧三河国地域であった安城市、西尾市、豊川市小坂井町、ぬかたの郡高田町に伝わる伝統芸能である。元は正月の祝福芸だが、現在は季節を問わず刑事の祭などにも披露される。1995年12月26日に、国の重要無形民族文化財に指定された。特に、 伝承地名により別所万歳、森下万歳とも呼ばれる。この他にも三河地方の各地に三河万歳があるが、この項目では別所万歳と森下万歳を中心に記述する。なお表題は一万歳としているが、ここでは一般用語の万歳との区別を必要としないので、表記を万歳で統一した。また伝統を継承していくために、 安城市立安城西中学校、安城市立安城東部小学校、安城市立城山小学校、愛知県立安城農林学校で、クラブ活動の一環として行われている。基本的には、太夫と再造の二人が一組となる。明治時代以降に取り入れられた終わり万歳系の演目の場合は、太夫一人に対し再造が2から6人で披露される。現在、 各地の保存会によって演じられている三河万歳は、多くが終わり系の演目を取り入れて、太夫一人に対し再蔵が複数という形を取っているが、西尾の森下万歳は、太夫と再蔵の二人一組である。一般的には、太夫は、風織り絵星に、巣王。再蔵は、侍絵星か、大黒頭巾に最着古という衣装である。太夫は手に扇子スか、舞容義を持つ。 江戸時代に三河出身の徳川家によって優遇されたため、江戸城や大名屋敷の座敷に上がり万歳をすることが可能であった。そのため太夫は武士のように縦脇、大門の着用を許され、頭には風織り絵星を大際中継を用いた。これらの井手たちは5位以上の武士が大門を着用するための習わしに沿ったものである。また斎蔵も巣を着用し、 頭に侍絵星をつけた。太陽、斎蔵ともに足元を引きずる長い袴を着用する。西尾の森下万歳はこの形で演じられる。基本は斎蔵が持つ骨積みだけを用いる。三曲万歳など、終わり系の演目の場合は、三味線と呼吸を加えたり、太鼓、三味線、標識を使用する。安土桃山時代、国家の雇用人であった。 音明氏が弾圧や迫害を受け推理し、その後、1594年に、豊臣秀吉がすでに民間の音明氏となった、正文氏に対し、荒れ地の開墾を命じ、かろうじて生き残った多くが終わりに追いやられ、そして千秋万歳を起こし、それが終わり万歳として生き残り、現在の情報芸人、浄瑠璃、歌舞伎の元になったと言われ、歌舞伎は京都で、 出雲大社の巫女がダンスを押して踊り、現代に引き継がれたと、吉川博文館恩明氏と、貴族社会、茂田信一著によって記述されている。また地域伝承として1598年の豊臣、秀吉の死後も、多くの昭文氏が京や大阪に帰らず、尾張に泊まり、その中から三河に万歳を伝えるものがあったという。これは、尾張万歳も、 起源を同一と見る説であるが、それぞれ、三河万歳である、別所万歳、森下万歳を伝承する地では、これとは異なった起源も、地元では伝えられている。室町時代の応仁の乱を逃れた、尾張の厚田薬師寺の草原会が、長谷部号へ移り住んで、国家安泰と五穀法上の祈祷をして、武学を奏したことが、始まりと伝えられている。現海は、 徳川家の前身である安城松平家初代当主の安城城主、松平地方田の依頼に応じて、八代家の祈祷、万歳修炎などをして、長谷部号に十五町四方の土地を与えられ、そこを別所村と名付けた。その地名より別所万歳と呼ばれる。玄海の後を継いだ大公比吉法院は、安城松平氏に侵入し、八代家の祈祷や万楽修炎を行い、 万歳氏を統括していった。徳川家康の関東違法以降、万歳氏一党は関東17カ国の巡回の権利を獲得し、関東一円に旦那城を広げていく。江戸中期以後、万歳氏は土見か家の支配下に入り、怨霊同士職となった。万歳といえば三河万歳と言われるようになるのもこの頃からで、江戸時代を通じて代表的な芸能に、 成長していった。伝説によると、鎌倉時代中頃に、実相寺の解散の王通禅寺が、中国への留学時代に、遂の容体が作られたという万歳学を覚えて、帰国した。後に、南宋の陳寺市統国という管理が、元との争いで、日本へ亡命して、王通禅寺を頼り保護を願い出た。王通禅寺は、陳寺市東谷の生活の糧となるように、習い覚えた。 万歳学の曲に仏教の布教のための言葉をつけ教えたという。伝承地の西尾市場町あたりを古くは森下村と呼んだことから森下万歳と呼ばれる。なお、高田の三河万歳は1897年に西尾の森下万歳の左右に相手役の才蔵としてついたことにより伝えられたもので特別な呼び名はなく単に高田の三河万歳と呼ばれる。 徳川家の庇護もなくなり、恩苗詩も禁止されたため、三河万歳は後ろ盾を失ったが、終わり万歳から娯楽性の高い三極万歳などを取り入れることで万歳を継承していった。1887年以降に万歳氏は新闘職となり、天の岩と開きの前など日本の神話にちなんだものが演目に取り入れられた。しかし、第二次世界大戦後には他の地域に伝わる。 万歳同様に、三河万歳も衰退した。一時期、別所万歳、森下万歳ともに地域に継承者がいなくなる事態に陥ったが、他の地域に住んでいた三河万歳の万歳氏から芸を受け継ぎ復活させた。やがて保存活動が実を結び、1995年12月に国の重要無形民族文化財の指定を受けるに至った。愛知県三河地方以外で、 三河万歳の系統に属する主な万歳平安時代の恩陽師である安倍の生命の系譜を引き恩陽道を仮業とした京都の公家で江戸時代の1683年に将軍の徳川綱吉から占いを行う者はすべて土御門家の差配に従うようにという主因状が出され恩陽師らを統括する恩陽道宗家とされた万歳は元来 信念をことほぐ芸能であり、儀式でもあったため、万歳師は、恩苗師と同じくくりであった。そのため、三河万歳の万歳師は、土御かどから免許状をもらい、毎年高能量を収めて、江戸をはじめ関東17カ国を巡回する権利を得ていた。いわゆるこのお墨付きがあるおかげで、通行手形なしで赤書を通過でき、万歳をするために、江戸城内や、 大名の屋敷にも入ることができた。江戸時代、毎年12月28日に、江戸の日本橋南詰め四日市に立った、万歳の相方となる斎造を雇う市場のこと。三河万歳の場合、三河から太夫が単身で、江戸に向い、現地で斎造を帰還雇用するが慣習となっていた。斎造は主に下宇佐から来た農民で、太夫に雇われると正月までの短期間に斎造を、 演じる手ほどきを受けた。しかし太夫は、呼吸の合う気に入った才蔵を見つけると、年末に、再び万歳を組むことを約束し、三河に帰るため、新規に雇われる機会が減っていき、江戸時代後期の天保の頃には、廃れていった。三河から来る万歳の太夫も、房総から来る才蔵も、互いに遠方同士ではあったが、農寒期に万歳師となる農民という、 同じ境遇ゆえににりかたく、年末に、江戸にある太夫の上宿に再蔵が訪ねて、行き再会するが、病気や長寿で行けない時などは、代わりのものを差し向けた。ありがとうございます。